これはガチのパジャマ。いやもうタクシーもう帰り方なんか分かんなかったんだよね。なんかどうやって帰るんだろうと思って分かんなかったからタクシーで帰りました。今日はパジャマ、もう寝る深緑さん可愛い、ありがとうそういいよって、なんかこれ出してくださいって言ったらいいよって。じゃあ聞いて、なんかさっきさガブリチュー8本食べちゃってさ、ラムネ味もうめっちゃ気持ち悪いよ今めっちゃ気持ち悪くてさ今もうなんかもう本当にもうキモい、なんか出したいけど出せないみたいな、もう気持ち悪い今なんか安くなっててガブリが、だから買っちゃったんよ、調子乗っていっぱい、ね、一気に食べちゃってめっちゃ気持ち悪い今なんかすごいもうムカムカしてキモい、気持ち悪い気持ち悪いだって食べたかったからなんか食べちゃった、気持ち悪くなっちゃった気持ち悪い、おいゲロでも美味しかった、やっぱガブリチュー大好きだピノの紅茶味めっちゃうまかったんじゃけど、最高だったよ、思わず2箱食べちゃったもんね。お酒飲めるん、私まだ未成年なんじゃけど未成年言うて来月20歳。ガブリチュー食べた、いやちょっと食べたかったから食べたらダメだったなんかこれぐらいになっちゃったの、気持ち悪い気持ち悪い今も、しかも夜ご飯になんか三中なんか食べたから余計気持ち悪い美味しかったけど雨、そう広島じゃ来るかもしれん、日本は少ない早く20歳になりたい、なんかすごいね今ね、もうどうでもいいみたいな、なんかもうどうにでもなれみたいな、めっちゃそういい匂いがしてさ美味しかったです。もう寝ます、牛崎さんは疲れたので皮膚科行ったから寝ます。シャルームキラキラ加工できん、さあもう寝るね、だって今日昼が遠かったんだもんほんまなんか12時間レッスン終わった後の顔してる天使の絵の具さん花束、クマさんキラキラありがとう、寝るめっちゃさどうでもいいんじゃけどさ、今日さめっちゃさ今日さ超薄化粧なんですけどどうですか、今日下地と眉毛とあとリップとチークだけにしてみた、どうですか、これでいけるんだったらショールームの化粧サボれるなって思って安部さんアイス結婚してごめんなさい、いい、うっかりあんこさん結婚してごめんなさい、じゃあショールームの化粧サボれるこの化粧だったら1分半ぐらいでできるから、じゃあこれにしようかな、このカラーモースピの時だるピノあったあったよ、じゃあサーボロリッキーさんじゃかわいい、ありがとう、あ今日タオのレアル入った、寝てたゆるさんリップで眉毛はいる眉毛変えた、わかる、黒なんかグレーみたいな色にした、わかんないな別に本当？やったー、なんか色暗い眉毛にした、いっちゃん花火、わきさんお疲れありがとう、今日皮膚科疲れなんよライブの会話うわそうショールームのためにいるのだる、アイブロウペンシルはね100均エチュードハウス使ってたんじゃけどね、ちょっともうちょっと安いのにしようと思ってケチった
恥ずかしい。本当デュアルとか言いたかった。恥ずかしい。それチュードハウスごと、ごめん、チュードハウスとかっていうのがなんかチュードハウスが多分1本300円ぐらいなんですけど、ちょっと節約しちゃった。そう、200円きちいたくて100均のにしてしまった。間違え。え、でもアイシャドウデュアルだもん。ママにも買ってもらったやつ。え、買ってみるんで参考にせんで。え、でも別にうちのハウスも100均も変わらんかった。そう、ピノ 2個台浮いた。いっちゃん花火ありがとう。え、変わらんのよそれが。チュードハウスちょっと、え、チュードハウス、うん、でチュードハウスの方がなんかモケモケがふさふさだった。あ、眉毛とかせず、え、でも別に変わらんわ、私的には。そう、カズノシンさん、ちゃかわいい、ありがとう。モケモケ、なんかこんばんは、モケモケ、なんかモケモケ。モケモケ、分からん、なんか多分分からん、なんかさ、キャップ取ったらモケなんかふさふさみたいなやつ、でも分からん、伝わらん。説明やばいよね、ちょっとほんと終わってる。化粧台吉ってお菓子買う、いっぱい買うとか。あー、それスクリューブラシ。あ、でもエチュードハウスの方がモケモケだったな。いっちゃんレインボースター、吉さんキラキラありがとう。悩ましからあるけどね、めっちゃ安いのしか持ってない。ウキウキ。エーマン結婚してごめん、キャッサーレンボーしたありがとう。え、ピノの紅茶味限定な、やば、買い占めとかんといかん。でもね、眠い。でも本当に気持ち悪い、画面中が気持ち悪いでさ。でもね、私ね、全身脱毛したいんですよ。30万円かかるから。で、迷ってるの、迷ってるの。え、もしかしたら将来、もしかしたら将来、もしかしたら、そうそう、病院で働くことになったらなんか、なんか無料でできるかもしれんから迷ってるんよ。え、濃い、嘘、美味しい、美味しい。え、なんかやっとった方がいいかなと思って、だからケチッケチる化粧品。髪違うよ、腕とね、足とね、脇とね、あとどこだろう。え、なんか違う、なんかさ、でもちょっと武器が気になるんだもんだって。え、ちょ、アイドルだからさ、アイドルだけど。え、なんか一生入んなくなるわけじゃないらしい。え、分からんじゃん、もしかしたら。え、だからでもな、ちょっと高いな。そう、そう、いつ握手会があってもいいように脱毛しとこうかなみたいな。まあどうせしやん、てか通えん。だるくて。次グラビア決まってない。違う、だって衣装がさ、衣装が過激な衣装とかあったらさ、ちょっと恥ずかしいんだもん。そう、医療脱毛とか調べたけど30万円ぐらいする。高いね、高い。あ、でもしかも今矯正してるからさ、矯正代だけでさ、すごい高かかるのにさ、ねえ、ほんと、もう女って大変よマジで。何の話、女って大変ね。で、じゃけんなんかちょっと迷っとる。まあ多分同棲せん。ガムテープで、やば。ガムテープで取れるかね。え、自腹じゃろ。分からん、なんか分からんじゃん。え、なんかでも私はいつかAKB さんの公演を
なんかもう一回して、ちょっと衣装いっぱい着たい夢がある夢があるから、そのために脱毛しようかなって。これ鼻毛やれたことない。ね、なんか行くのめんどくさいよね。行くのめんどくさいから、どうせお金の無駄かなって確かにチャンスあったら。そう、なんかいっぱい買わんといかんのよね。そう、もうどうせまあ行きません私どうせまあ私悩むだけ悩んでいきません。なぜならめんどくさいから。ちょっと歯医者通っとるだけでも褒めてPR 舞台で AKB 劇場、行けるんじゃないの、分かんない、行きたいんですけど、行くために入りました。じゃあいいね、やりたい、やりたい。最近 STU の曲をすごくしてるから、ちょっとたまには違う曲もやりたい。 STU の曲がもうすごい好きだけど、 AKB さんの曲とかちょっと久しぶりに踊ってみたい何セリって、あれこれ、そうやりたい付き合ってくれ、ごめんおうち公園で、やだおうち公園、おうち公園はやだよ、だってあれめんどくさいんだもん。あとジャム、あとジャム、東京また行く、バイバイ荷造りしないとめんどくさいな。そう、四国公園はね、いいよね。もう忘れた四国公園忘れた何や、なんだっけやばい、忘れた。で、またマウントが、飛行機雲あ、オッケー、前の方の、オッケー、横あり、初めてだよ、初めてだよ、めっちゃ緊張するよ、久しぶり私踊るの、踊るの、いつぶり、めっちゃ久しぶり。四国公園ね、四国公園いいよね。あ、そう、やよちゃんの偽アカウントあるよね、なんかフォローされてきて、一瞬、え、やよちゃんツイッター始めたんと思ったけど、絶対偽物なんかそう、なんか佐竹さんとかフォローしてたけど、え、絶対偽物と思って、偽物がいる、え、ニセだよ、絶対ニセでしょ、やよちゃん絶対あの写真使うんでしょ絶対偽物なんでしょ絶対やよちゃんはね、あんな写真使わんよ、やよちゃんね、絶対ね、もっとね、なんかね、こんなん使うやるとしても、ね、やよちゃんツイッターやらんじゃろ、そもそもやらなさそうじゃん佐竹さんフォローしてた、そう佐竹さんダメだよ、あれ偽物だよそう、やよちゃん、やよちゃんツイッターしなさそう、そうしなさそうだし、したとしてもあんな写真は使わない、やゆちゃんはね、あれは偽物ですね、騙されないインスタいる、そう、確かにツイッターね、やらない、まあ私もやらん私もね、私絶対やんない、100やんない、もう無理、嫌い、ツイッター嫌い、ツイッター見てたらね、すごいなんかね、うえっってやらないやらない、インスタもツイッターもやらないやだ、嫌い今はまあお仕事だからやるけど、プライベートではやらん、そうやっとるね、タムとかレイカちゃんとか、誰だっけ、あとミリアちゃんも やってた、あとユイニャはショールームしてた、ヤヨちゃんはね
たまにショールーム出てた、見た元気にしてたまあまあ確かにいや、やらん、ショールームやらん、やらん、やりそういうのやだ私は苦手、ショールーム苦手なんですよ、こう見えてどの口ショールーム苦手なんですえ、やだ、ショールーム嫌い。だってショールームよりも私的には普通に顔見て話す方がいい。だってショールームはだってうざい人が来るから嫌いショールームはなんかたまにうざい人がとか変な人が来るからあんまり好きじゃない。まあファンサービスですねLINE もあんまり好きじゃない会う、あ、実際会うのがいい。そうそう、ズーム、そう、ズーム、え、ズームいいなって思う。あ、ほんと？嬉しいそうなんよ。だってお話し会とかで話した方がなんか、あ、この人めっちゃいい人じゃんみたいなのある。あ、この人好きみたいな、この人いいファンの人ってなるけど、ショールームだったらうざみたいな何うざみたいななるから、お話し会とかの方がいいシュルジさんハートありがとう串会ね、再来年ぐらいにね復活したら、来年は難しいかね、再来年ぐらいにね会えればいいんですけど別にこれ宣伝とかじゃないんですよ、本当にマジで宣伝みたいになりそうですごい嫌なんですけど、宣伝じゃないんですけど、あと公演とかね、そう顔見れるからね、はい、ショールームはね何みたいになるからね話し会でもうざって言われ、あ、それはね、それはしょうがないねそれはしょうがないね別に宣伝ではないんですよ宣伝じゃないんです本当にだから SNS はねあんま好きじゃない。タワワのお礼しよう、卒業しないで、じゃあ握手会来てくれるならしない来てくれるならねニンニクマンスケさん来てごめんなさい。あ、でも、あ、でも生誕祭はあるから来て生誕祭は来てや、お願いお話し会の宣伝はしないけど生誕祭の宣伝はする。え、来てお願い明日までなんだって、お願い来て来てほしいな来てや来てほしいな、来てよ、年で来てよ、そこはする来て来てほしいなそうそういや、めちゃこびこび来てほしいな、話し会じゃない、生誕祭、うん、そうそう最初それは運営さんに言って来てほしいな花だれ公園生誕祭楽しいと思うよ、来てほしいなこういう時だけだってスカスカだったら悲しいもん来て当たる当たる倍で高くないと思う、わかんないけど、ブルーライブさんなので、当たる。ちょっと時間的に難しいとは思うんですけどね、まあそこはなんとかみんなのコネ使ってあ、来れなくても気にしないでね、別に注目ポイント教えてください。え、まあぶっちゃけまだ半分も覚えてないんですよね、非常にやばいまだね最初のブロックぐらいしか覚えてないんですよ私、非常に言うてもう覚えたと思っても多分今忘れた。 OK 送るやんです。注目ポイントはまあユニットかな、あのフリフリベレー帽ミニスカート衣装かわいい、あれ
あれかね、あとユニットは覚えたけど、ユニットでもあとさ、まあ、ヘタレとサングラスと船とあとペダルはまあ一番はもう覚えてるから、あとはね難関は一杯の水とね、あとねなんだ一杯の水とストウチの妹とあと原点とあと一瞬のスリルでも一番いけるかがちょっと全然わかんないそうフルサイズなんでね、一杯の水とか全然わかんない。でもサビは覚えた、タン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 、でも一杯のサビしかわかんない。日替わり瀬戸里もそうそうそう、多分2公演だから多分変わるから大変だ。さあ日替わりとかねあるからね。さあ何でしょう、私は出るのか出ないのか出るのか出ないのかでもさ、そうでも多分私が一番最初に出るのがメホリの生誕だから、そこで慣れて、私の生誕は多分すごい私ばっかり映されるから、もうミスったら全部映されるから、だから昼公演でちょっともう頑張って、夜公演はちょっといい感じでやりたい何筋肉、私筋肉くんじゃないんだけどそう、じゃあそんなこと言ってないよ、だけ初めて出るのが昼公演だから、昼公演でちょっと緊張しつつ夜公演でなんかいい感じでやりたいという感じ。そうそうね、2期生多めだったね、仲いい子いっぱい出てくれる、嬉しいそう間違った全部それるそうそうそう、昼はリハはあるじゃろうじゃろう、さすがに。まあそれより私アットジャムの方が結構まずいかもしれませんかね、まあ、もう忘れました本当にアットジャムはまあでもな、 PR 舞台の方がやばいかもしれないんですよねで公演もおありがとね、みほりんと誕生日近いし、お互い二十歳なんで珍しいじゃない、めでたい日になる生誕ティー間に合うかもだって。そう間に合わんかと思ったら間に合うかもしれんらしいらしいぜ、らしいよお花欲しい、えなかったらすごい悲しいんですが全部やばい全部やばいよなんか覚えても忘れちゃう立ち位置がねさみほりも二十歳なんだよ、同い年なんだ、そうめっちゃめでたい一日の、そうお祝い、自分もみほりのことをお祝いする花持って帰るんじゃないえ自分がラストよね、今日顔薄い、今日化粧ちょっときっとめっちゃ薄いたわわのお礼するしようかな、今日はミッキーさん、伊藤博さん、ルシエルさん、 OKP さん、トーモーさん、ウェーマンさん、アイビオ、えお花ない、つらちょっと悲しいねそれは、私ゼロニラインでーすゼロニラインかっこよ、タンポポ、いらないいらないタンポポ気持ちだけ笑う、ザワワ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 、うん、タンポポ可愛いけどさ、ちょっと家にあってもすぐ枯れちゃうからね。すすき、ちょっと遠慮しとく。二十歳になるの信じられない。二十歳なんだよ。20年来た。
受け入れよう、受け入れよう誰に、なんなちゃんになんか言ってる二十歳受け入れよう最高じゃん、どっちも入れるとか誰じゃろうね20年来た、受け入れなきゃ、もう私たちは大人よ。何してももう社会という社会という荒波から耐えなきゃいけない年齢になったのよ。寝ないことにし、じゃあ最後らへんに言うわ今までは、まあ、ちょっと失敗しても許される年齢だったね。でももう二十歳もう許されない、社会はもう許してくれない私たちを二十歳だからもう大人だからもう許してくれない、年金だって払わないといけない許してくれないのよ社会は私たちをだから受け入れるしかないの年金払ったりしないといけないから、許してくれるのはこの甘いファンたちだけよ現実は厳しいのいっちゃんキラキラ、スラップくんかわいい、ありがとういや聞きたくない、何介護保険って年金払わんとね私がもらう年金払ってくれてありがとう、いやいや自分の将来自分のために払ってるんだしそうで年金だって一番高いって言うじゃん、バリ怖いんじゃけどクソシンさんかわいい、ありがとうええー、介護保険45歳から、全然まだじゃん全然まだじゃん、そんなんあるんじゃね、はあ、なん国民年金、あそう、もう何があるんか全然わからないんだけど、車免許欲しい、免許欲しい、脱毛した、お金がない年金一番高いって聞くって、あの愛子さんから聞きました恐ろしいや、もう正直保険とかだけでもさ、住民税とかだけでもさ、なんかもうすごいもうつらたんって感じなのに、ほんと大変だ、しかもこれからもし私今実家暮らしなんですけど、もしこれからさ、まあいつか一人暮らしするかもじゃん、したらさもう恐ろしいよねもう上京するかもしれんじゃん、私上京したらさもう東京の荒波に生きていかないといけないからさ、もう人生大変だねえ分からんじゃん、上京するかもしれんじゃん、やばい無理熊山するの、そう絶対脱毛なんかできんわ、分からんじゃん、将来港区女子になるかもしれんじゃんかえちゃんキラキラありがとう、またそうなん、あ私 AU だ、野獣の王国よスパイ戦、それだけちょっと本当に脱毛しとる場合じゃなかったふん、東京って家賃150万円するんですか、高すぎん、絶対無理、もう広島じゃわ、そんなん巣鴨もでも普通にさ、でも東京に住むんだったらどこがいいかな、なんかでも千葉県がいいなあ高い、やっぱ高いよね、150万円って何と思ったケイヤさん結婚してごめん家賃どのぐらい出せる、もうそんなにその時の状況によるよるやよるやがなんか千葉いいなって、千葉県よくない、あと神奈川も
いいなってちょっと顔が薄い、ちょっとリップだけ塗っていい？あ、そっか。じゃあ、でも神奈川と千葉どっちが近いんか分かんないんですけど、東京行ったら、東京に住むんだったらちょっと外れの方でもいいかなって。まあ多分そんな将来はあるかは分かんないんですけどね、一生広島かもしれん。一生広島。え、千葉と神奈川良くない？好印象。なぜなら私のファンの人が多いから。それ言ったら東京も多いんだけどさ。そう。私のファンリンク謎に千葉県民、神奈川県民多いの。埼玉県民あんまおらん。でも埼玉はしんちゃんのところだから好き。埼玉あんまおらん。あ、それとは東京もいいから東京も好きだよん。犯人助けて。埼玉そんなおらん。おるか、あ、まあ言うておるか。ねだ埼玉も好き。そう、福岡も好き。ラブ。広島も好き、大好き。茨城も好き。愛知も好き。全部好きじゃん。愛媛大好き、大好き。あ、ごめん、茨城だ、ごめん。茨城大好き。沖縄大好き。岡山大好き。大阪大好き。高知大好き。全部大好き。嫌いな都道府県とかでもないわ。行ったことないところはあるけどね。茨城なんて行ったことありませんが、私でも好きです。大阪の人でも多いよ。ファンリンク大阪の人まあまあいるよ。まあ東京ほどは多くないけど。なんか唇の皮が痛い痛い痛い。長野県行ったことない、でも大好き。あ、長、あの野菜生活の、あ、間違え、野菜生活の長野県のぶどうの味めっちゃ美味しかったから長野県好き。香川県大好き。ローマワールドさん大好き。いでいでで。野菜生活の限定の長野県のぶどう味がめっちゃ美味しかったんですよ。それは広島好きよね、私の地元なので。インドももちろん大好きだよ。いつか行きたいな。痛い、唇すぐ皮むけるから。関西好きよ。なん言うて、あ、でもね、大阪、兵庫、京都は行ったことあんま行ったことない。一回も昔に行ったことあるか。たけさんハートありがとう。ブラジル大好き。いたことない。これパジャマ合わせるじゃろん。これは着なくなった T シャツを、もうヨレヨレの T シャツを着ました。白井さんキラキラありがとう。大豆も好きですか？まあまあ豆腐愛してるから好き。ユースさんハートありがとう。やばい、絶対血が出てきた。これはもう元々部屋着じゃないけど、さ、着なくなったあの T シャツをやりました。はい、あ、これは私のもう服で、これママの服、ママのいらんくなった服をもろたもらって部屋着にした。はい、パジャマね、いっぱいあるな。でもファンの人からもらったやつがほとんどだから、もうそれはもう超特別みたいな日にしか使わん。なんか友達とお泊まりパーティーみたいな日にしか使わん。まあそんな日ないんですけど。ママが
これ雑巾にするけどいるって言われたから、いるって言って部屋着にした。これ雑巾予定だったんです。可愛いじゃんこれ。これアクシーズハムなんだよ。なんかもったいないじゃん。だから部屋着にしました。これ雑巾予定だったんです。ママと服、ママと服めっちゃ共有するよ。ママとね同じぐらいなんよ、サイズが。ちょうど身長も同じぐらいだからめっちゃ共有するよ。そう、でも朝は確かにこれでダンスの練習したらめっちゃ気持ち悪い。アクシーズハム、アクシーズハム好き。そういえばファンの人にアクシーズハムの服もらったわ、着なきゃ。私そうファンの人にいっぱい服もらったから着ますね。何かしらサイン会とかさ、何かしらイベントで着たいなって思って温めておいてるんですよ。だから俺のあげた服まだ着てもらってないみたいな人は、まあ、温めてるから待ってて。パパのお下がり着てかわいい。弟とはやらんよ、ママだけ。そう、何かしらで着たいの。一回そうプレゼント服ルールがあって、何かしらで一回着たらもう普段使いするっていうルールがあるんです。はい、何かしらで着るまで温めとくっていうルールがあるの。XL の着ること、XL はないかな。あ、ジャージはそれはもう特別。とんとん、あれは間違えたんよ。じゃあ一回温めといて、なんかで何かしらで着て、ほれほれもろたの着たよってやって、で普段使いまくるっていうルールがあるんです。自分の中のルール。いや、あれはね、もうね、だから話し会なんて別に靴どうでもいい、うん。あれね、懐かしい。絶対そう、ネタあれはもう、でも、まあ、あれはもう履いた時点から絶対もう靴間違えたって思ったけど、時間なかったからもう別にいいやって感じだったんです。S か、普段は S か M 着てる。でもパーカーは M とか着てる。じゃけん。ねえ、やっぱ広島弁のオラン、あのオランって言ったらいけん、何いけんって言ったらいけん、もう。いけん、いけません。治りませんね、広島弁が。はい。着なくなった服、今んとこ、もらって着なくなった服はないね。何かしら。来てる。うん、諦められない。諦められない。分からんじゃみんな、分からんかも。分かりませんじゃないの。いつかは港区女子になれるかもしれませんじゃないの。でもね、なんかね、違うの、なんか違う、なんか違うんとか、違います、なんか違います、なんかあの違うんです、もうなんか違う、なんかもうなんかもうすごい綺麗な標準語だなみたいな人になりたいんです、なりたいのです。着なくなった服を、着なくなった服ないね。でも着なくなったらあげたいね。私お洋服は10年着る人なのですね。着なくなった服はね、ほんと小学生の時に買った服とかなんですよね。そんなのいらないですよね、誰も。アナウンサーの姉、アナウンサーの姉、アナウンサーの姉。え、はい、あ、家賃払ってくれる事務所。もう全然わかん、家賃払ってくれる事務所、そんなことやれてもね。ボロボロの服なんていらんじゃろ、めっちゃ迷惑じゃ。めっちゃ迷惑じゃん、めっちゃ迷惑ですわ。分からんじゃん、いや、もうやだ、疲れ、分からないじゃないですかね、広島弁でも違う、あの標準語を喋ってみたら、そう、清楚系になれるかもしれ、まあ、知れないじゃないですかね。
おえしめさらなんか夢がガチアナウンサーなんやね。何がガチアナウンサーアナウンサーなんやね。作らないんで送って、なんか変なことに使いそうだからやめとく。今日タワー誰もいないの？もう勝手に読むからね、私よし、ありがとう。でも今日てめえって言ってない。今日てめえって言ってない。しめさらアナウンサーになるんかな、すごい。見て、再会のマーカー取れんかった。なんとか取れんかったっていうか、取ろうともしてないけど。夜勤中、お頑張れ。しめさら頭いいもんな。リンコらしい。めんどくさい。でどこ駅で振ろうと思ってもめんどくさくて、結局眠い。清掃になってきた。わかる？わかる？でも勉強、そう、なんかってパソコン教室も通いたいんですよ。やりたいことだらけ。パソコン教室、ワードとエクセルをなんか基本的なことできるようになりたいんですよね。忘れんな。生誕申し込むの忘れんな。そう、将来のためにさ、使えるかもしれんじゃん。なんかやっぱパソコン基本的なことはできるようになりたいなと思ってさ、ちょっとパソコン教室通いたくてさ、探してるのよね、私。キーボード打てんよ、打てん、じゃけん買おうとしてるんじゃん。高校の時やったよ、やったよ、専門の科目まであったかな。もうどこ行った。やんねえ、ワードとエクセルは欲しいなと思って普通に。私ね、そう、高校の時にあったんよ、パソコン専門科目。 ありました、思い出した、あった。バリバリパソコンやった。もうどこ行ったのでしょうか。電源つけることしか覚えていません。まさきさん、ハートありがとう。情報みたいなのあった。もうどこ行ったの、記憶。パソコン持ってたっけ。家にパソコンなんか3つぐらいある気がする。全然使ってないけど。高校で習ったこと全部忘れました。全然役に立ってない。ゲーム？ワード？もう全然わかんない。バカじゃ、もうなんかこうやってやるつ。オフ、まあ多分魅力。そうなの。別になんか基本的なことできりゃいいやみたいな感じ。そろばん習ったよ、私も。でも全然覚えてない。カランちゃん、将来 YouTuber になるかもしれんじゃん。じゃけん一応パソコン練習しとくんよ。そう、分からん、本当にやばい。もうそう、高校で習ったことが一個ももう覚えてないから。本当に、まあ、なんか本当アイドルやってたら本当にもうアイドルの中でしか生きてるから。だからもうそんなみんなの一般社会の常識が分かんなくなるんですよね。ちょっと困るよね。本当わかんない、私本当に一般社会の常識がわかんないんです。なんか本当になんかビジネスマナーとか全然わかんないから、ちょっとやばいよね。まあ別にいいんですけどね。アイドルだから。ただパソコンはできるようになりたい。全然わからん。
本当に授業中寝てた、あ、爆睡してたし、弁当食べてた。ずっとアイドルとか言って、みんなもどうせ私が40とかになったら若い子行くんだろ。ほんとほんとみんな一生アイドルしろやとか言うくせにさ、どうせ私が40とかになったらさ、他の若いアイドルに行くんだよ。そういうもんなんだよ社会なんて。ひねくれ。ひねくれ。ねえ、生きとらんとか やめて、生きろ生きろ。あの、や、生きて生きて言うて、あと20年、あ、みんな生きてるじゃん、そんな年じゃないじゃん。人生100年時代よ。逆に本当か、絶対嘘だろ。絶対嘘、ムカつくわ。みんなアイドルずっと定年までやれとか言うくせに、そこまでやっとったとしても、どうせその頃にはみんな応援してんだから、本当にムカつくんご。そんな人生、みんなそんな年じゃないじゃろ。だってみんな言うてそんな年じゃないじゃろ。言うてそういうの、そのセリフはね、なんかもっと年の人が言うセリフだよ。若い子にはね、あ、あら。コスメのできるかな。そんな絶対違うじゃん。ショールームの子、そこまでショールームやった私、大変。何期生、もう何期生まで入ったんか。だから絶対、もうそこまでおったら絶対クビじゃろ。現役、そう。最近ね、最近さ、ちょっと聞いてや、最近なんかお話し会でさ、めっちゃ話変わるんだけどさ、話し会でさ、なんか女の子のね、来てくれる子が増えたんですよ。嬉しくて嬉しくて、だからほんと化粧品のね勉強しようと思ってるの。でも なんか知らんけど100均の眉毛買っちゃったんだよね、バカだよね。この前とか、男子は相変わらず減ってるよ。嬉しくて。そうなんです、最近お話し会来てくれるの。なんかこの前は、あの韓国の同い年ぐらいの女の子が最近来てくれるようになったりして嬉しいんです。そうだから化粧勉強しようって思ってメイク配信しようとか言ってたのに、もう一生してないし、それどころか100均の眉毛に変えた。やばば。本当？嬉しい嬉しい、ありがとう嬉しい。でも100均のアイブロウペンシルいいんだもん。じゃあメイク配信したいんだけどね。一生しない。いつか、え、暇になったらしよう。でも多分今年は、まあ暇になったらするわ。ファッションショー、ファッションショー全部プレゼント服になっちゃう。それでもいいなら、すっぴんいいけど、すっぴん配信いっぱいしてるけど、でも眉毛ないんだよね、ほんと眉毛が入ってこない。あ、ほんと私ね、そうそう、眉毛がないからね。これ眉毛ないんですよ私、俺もは描いてるからあるけど、眉毛ないから、眉毛ない人。眉毛ない、なんか眉毛一回剃ったら生えてくんくなりました。悲しい。うん、生えてこない、本当？眉毛生えてこんかったら親近感湧くな。カルノーシンさん、綺麗、ありがとう。マヨテント、あ、それ知ってる。スピンだとなんかマロっていうよりもなんかもうヤンキーなんです。なんかマロじゃなくて、なんかあるけど薄いんよ、全部な、全部薄くて
ヤンキーになっちゃう。そう、化粧なかったら眉毛がね、もうどこ行ったん、眉毛どこ行ったんみたいななっちゃう、なっちゃうの本当に。毛がない仲間。細いし薄いんです、量がないから。本当、私もあかりんさんがめっちゃメイク好きだからさ、あかりんさんにいろいろ教わりたい。英語で何か、あ、よー、OK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 、あー、ハロー、 My name is Pink Yoshizaki。 I'm from Japan in Hiroshima。 I'm an idol。 Group name is ST48 or Seto Uchi group。 Two member。 Thank you。 性別 Woman。 I am a woman。 Woman。11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, I'm 20. Yeah. two member. 2期生。2人ってみんなちょっと、2期生。あ、間違えた。20歳じゃない。違う。まだ20歳じゃなかった。めっちゃ20歳だと思ってた。11。11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no, I'm on 19. A second. Nice to meet you. Thank you. え、まあまあできる、まあ、思ったよりできるじゃろ。え？え、思ったよりできる。え、もう英語話絶対やだ。え、思ったよりできん？え、せな、ナイティーン、あのコメディアン、アイドル、キラキラアイドル、あ、ビューティフル、あー、もう嬉しい。あ、ハッピー、思ったよりできる。あー、遠い、今それっぽく言ってるだけなんですけど。What do you gun do tonight? あ、ガンナ、ガンナ、あ、ガンナトゥーナイト。あ、ガンナ、うん、 Yes, tonight, ガンナ。え、海外派増えた、嬉しい。あ、このコメディアンの、コメディアンの、あ、今アイドル。あ、ゴンナ、なんだっけ、eating、 おー、あー、eating、 あー、お菓子。お菓子、お菓子、英語でお菓子なんていうかわかんない。ゴナ、髪の分け目変えましたか、変えてません。ゴナさ、あ、もうわからん、お菓子、スナック、あ、スナック、あ、お菓子、スナック、ロシア語の単語をご存知、あ、おー、おー、わかんないです、ソーリー、わかりません、ごめんなさい、の。あ、嘘、アイドルってなんて言うの、ボルシティ、ボルシティ。ボルシティ、ボルシティ、ハロー、アニョンセヨー、せ、せいせい、うん、違うな、なんだっけ、なんだっけ、アニョンセヨーじゃねえ、違うな、中国語なんだっけ、あー、待って、アニョンセヨーじゃない、でかかってます、ここまで、コメント欄で言わないでください、でかかってます、ここまで、中国語の、ニーハオー、あー、ん、あれ、ボルシチ、あ、ボルシチ、おいしい。あ、それまかしー、コップンかー。あ、せいせい。
バレてきと。あとは知らん。あとの言葉は知りません。米学生のね。え、ちょ、これ叩かれそうでめっちゃ怖いんだけど、これ一歩間違えたら絶対叩かれるよ。絶対叩かれるもんこれ。え、さあ、じゃあじゃあ真似します。日本に日本に留学して2ヶ月目の韓国人留学生のモノマネします。あ、こんにちは。あ、私の名前はキムリンコです。あ、私日本来て2ヶ月経ちました。2ヶ月経ったんですけど、日本の好きな食べ物、あれ、あ、焼肉は韓国と違ってすごく美味しかったです。韓国の焼肉は豚肉なんですけど、やばい、叩かれる、ごめんなさい。叩かれる。ごめんなさい。すいません。ディスってないです、ごめんなさい。あ、6ヶ月マジで怖い、本当に戦えそうで、すみません。韓国の焼肉大好きなんです。叩かないでください、ごめんなさい。モノマネなんでそんな上手いの。え、なんかね、あ、そうそう、そう、公認の時言ってたからかな。だね、そうって、中国の人のモノマネもそうできるかもしれない。でも中国の人は難しい、やってないから最近はできないかもしれない。ごめんごめん、韓国の派の人教えしないで、好きだから教えしないで。ほら、言うだって、だってやれって言われたから、やったらなんか離れるみたいな。ね、やめてやめてね、あの男と写真やめてね、例の事件やめて。やめて。え、なんでなんで。やめて、あれ。懐かしい、あれね。あー、へっちゃん、やめて。懐かしい。まあでもあれ別に大したことなくない。そう、あのプさんの、そう、自分で自ら種をまいたやつ。全然大したことないよね。ない。まああったんですよ、いろいろね、あったんですよ。うん、大したことないよね、全然大したことない、あんなもの。その後なんかあったっけ。サムギャプサル、サムギャプサル美味しいよね。いや、あれはもう誰もう虫飼いさんとって、本当に。落ち着いたことは虫飼いさんとって。あったっけ。え、でもあれはあれだもん。ちょっと待って、記憶が。虫かいさん、いや、モテるなとか、アレンジ、虫かいさんとって。虫かいさんとって。今日の衣装はパジャマ。リンコもうまい。え、でもファンリンコ全然大したことないと思ってたよ、多分。あ、はい、しかもあれは、そう、しかも字幕ですから。そう、それはさ、そりゃあさあ、クラスメートの男の子ぐらい写真撮るわな。しかもあれ加入前じゃな。しかもあれ留学行っとった時の記念の写真やねん、写真やねん、許して。許してや。そりゃ撮るがな。なあ。しかも加入前だから許して。いや、しかもあれは、しかも、そうそうそう。でもあの人、あの男の子、韓国人の方だから、ちょっと許して。
あ、許した。はい、そりゃ取るでしょ。しかもあれだから、あの留学先のお世話になった人の写真なんですよ、記念写真なんです。あれは許したよ。そう、高1の時にね、プサンにねちょっと留学してた時に撮った記念写真を自分で自爆しました。私はその記念写真の人がたまたま男の子で、ちょっとあっってなったけど大したことない。はい、気づかないし、だってみんなが言うから。何を勉強して、え、韓国語勉強しに行った。はい、韓国語勉強しに行った。そう、行きそうでした。そうそう、だから16歳ってそうですな。あ、嫉妬してるんだ。あ、嫉妬してるんでしょう。はい、え、嫉妬してるんだ。韓国語身についた、身についたのはさっきのモノマネでした。キハさん花火、えすみさん聞くしてごめんなさい。はい、いやでもモノマネの知識は身についたね。モノマネが上手になりました。え、上手じゃろ。身についた。そうじゃない、行きそうでしょ、受けた後。そう、役に立ってない。韓国語の話し会無理やって、無理やって。それが身についた。モノマネが身につきました。あと適当韓国語が身についた。適当韓国語と、あの韓国の方の留学生のモノマネが身につきました。はい、韓国語の知識はあまり身につきませんでした。加藤結婚してごめんなさい。英語、いや嫌です。クラコン、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 あれ放送されるかね、めっちゃ怖いんだけど、クラコンでやるの。ちょっと怖いわ本当に。ちょっと怖いわ本当に。炎上しそうで。韓国語でどのぐらい話せる。こんにちは、저는リンコエムニダ。あ、저는アイドルイムニダ。저는SD48 イムニダ。저는저는저는아아이민이다아감사합니다아正解아すごい아でも言えた言えた分かんない저는しか言えん。え、それな忘れちゃうね。もう、あ、でもテルモネイスミダみたいな言えるもん。はい、まあでも伝わればいいからさ。저는、え、私はって意味じゃない。わかんない。まあまあまあ、そう、ぶっちゃけなんか学校サボれるから留学行きたかっただけで、あと単純に韓国行ってみたかったから行ったんですよね。はい、だからまあさ、まあそんな勉強しようと思って行ったわけじゃない。ただなんか美味しいご飯食べたくて行ったんです。ごめんなさい。あ、合ってる。はい、チーズハットク食べたくて行きました。すいません。あんまり勉強は本気でしてませんでした。ごめんなさい。高一の秋ぐらいに行った。すみません。うん、あの3キロぐらい太りました。あ、いや。はい、すごい
チーズハットク食べたくて。だってないんだもん広島。アリランハットクっていうあるんですけど、ないんですよ広島店が。食べたくて行きました。プサンに行き、ソウルは行ってない。ソウルは旅行で一回行ったけど、めっちゃ昔。楽しかったもん。いっぱい食べたもん。え、だって大阪だって、だってだってアイランハットク食べたかったもん。めっちゃ安い。そう、でもね、この前東京行った時食べたんですよ、ハットク。美味しいね。おいといいもん、いいもん、別においしいもん食べれたからいいんだもん。結果笑いね。その時の写真あるけど、あるけどほぼほぼ制服着てるからちょっと NG。 うーん、空花ちゃん、おお、そうなの見たい。食べてたラーメン、え、あれはなんかね出てきた、そのまま、あれのまま。え、チーズハットグ大好きなんですよね。ちょっと流行ったの結構前なんですけど、大好きなんですよね。あとめっちゃ前流行った、でも大好きなんですよね。そう、違うよ、じゃ制服着てるからダメなんだよ。察して。大好き。あとあのチーズタッカルビ大好き、めっちゃ昔に流行ったけど大好き。大好きなんですよチーズ、とりあえずチーズ大好きなんです。なんでよ、制服も。ちゃんとね、女の子と行きました。キンパ、キンパも好き、全部好き、全部好き、美味しいね。美味しいね。そう、いや、なんかね、なんかね、高校公開するのはね、なんか仕事、なんか私はダメですね、 NG って言われましたので、まあ一応制服着てるから一応 NG。 なんだ、まあ結局食べ物の話になっちゃった。焼肉も一日なん、クッパ、あれクッパってあれか、美味しいですね。美味しいですね。これネグリジェじゃないよ、今日はね短パンなんですよ、なんと。あー待って、あとちょっとしたら男女も眠い。運営に従うりんこちゃん好きって、やめてや、従わんかったらやばいじゃろ。そりゃ従うとか言い方がなんかちょっと。しんやさんかわいい、ありがとう。気分良くなった、なんか食べ物の話したら気分良くなったわ。水組今日売ってあったけど買ってないよ。角さんバラありがとう。うーん、危ねえ、今日短パン。あ、伊藤博士アイスあり、伊藤博士タワーのお礼がある、伊藤博士やっと今日来た、ごめん、タワーのお礼、伊藤博士今日タワーのお礼がある。ちょ、スクショされるから口に色つける。みんちゃんタロール、お疲れ、ありがとう。足が見たい人は公園来なさいな、公園来て。加藤さんバラありがとう、読みます。片言、なんかモノマネしたら片言っぽくなってしまった。リップ、これ韓国の。名前わかんない、ラッキー、なんかね、ラッキーショーみたいな色だった気がする、リップ。じゃあ読みます。伊藤博士
アットマークアイスマンリンコに恋する勝手にえアイスタワー過去おうち公演千秋楽ありがとう。おそらく初タワーやんね。タワー投げてくるなんてびっくりしたよ。まさかそんなに好きだったなんてね。最初はビエネッタから始まったけど、なんか今は普通に話しとるよね。またいろんなアイス情報の話したい。楽しみ。リンコより。ピノの新作バリ美味しかった、おすすめ。2022年の1月の24日一言。リンコとアイスとパ〇〇しか。ありがとうありがとう。アイス、この人がね、伊藤ひろしさんがアイスマンがアイスがすごい好きで、私がビエネッタをなんか食べるみたいなやつで、最初ドライブのメッセージくれたのが始まりで、今はもう話し会とかでね、リンコガチ恋なんだよねありがとう。他のパまるまるいっちゃんアイスありがとう。パまるまる、懐かしいね。ドライブ懐かしいね。ちょっと一回インストールして見てみようかな、どんなメッセージが来てるか。いやでもだるいな、ログインするの懐かしい、もう全然見てない。てかもうそろそろアインストールした。なれそめ。いやそんなこと言ったら他のハンリンコ嫉妬しちゃうから、ありがとう。そうパまるまる、ありがとう伊藤ひろし勝手にガチ恋にしたそうあえて書かん。長崎出身のパまるまるありがとう。あ、今日パンちゃん誕生おめでとう。ここで言うパンおめでとう。パン最近全然話してないねちょっと今度あったら話そう。そうそう、パ〇〇、パ〇〇好き、パ〇〇と今度一緒にアイス食べに行きたいって言っとって誰か、パ〇〇にパ〇〇にはねすごいお世話になったからね、パ〇〇にねアイスおごるって約束したからね、だからね今度一緒に遊びに行こうって誰か言っとってや自分からは言わんっていういた、わーいたわーのお礼いっぱい できてた嬉しい。よろしく、誰か言っとって暇な時に。じゃあタワー今書いてる人、ニッキールシエル OKP 堂野ウエマン和人さん、次の呼び出し次の呼び出しはね、マルアさん、ツノさん、クモハさん、見てやった、嬉しい。コロナ復帰後タワーまでたどり着きました、嬉しい、わーいです、嬉しい。これクモハさんからコロナ復帰後のタワーのお礼、やっとここまで、やっとここまで書けたよ、嬉しい嬉しいよ、めっちゃ頑張って書いた嬉しい。目標は8月までに終わらせる、絶対無理絶対無理そう、俺もう終わらんじゃろ一生笑うじゃろ、もう絶対もう6日でさ、もう絶対笑うもん。はい、でまた誕生日があるからもう終わりませんみんなが私を卒業させないように一生タワー立ててくるから
終わりません。そう、私がね、匂わせしたらね、まあまあ今はやめませんけどねみたいな、まあ来年はいるか分かりませんけどねとか言ったら、みんなめっちゃタワー立ててきて、一生卒業させるようにしてくる。そう、みんなやむか。匂わせしたら敏感だから、そう。いや、これは例、そんなことはない。そう。じゃあ、壇上読むね。みんな。ほら、眠いよ。悪い顔。ただの変顔。悪いか。いや、ブサ、絶対ブサいけどな。ファンの人やま、やませるので有名な吉崎さん。コキーさん、ハートありがとう。はい、コンビニ、え、もう気持ち悪い、今日もうガブって食べすぎて気持ち悪いから。クワノンスケハートありがとう。悪い顔選手権、あ、それな、誰だっけ、芸人さんのやつだ。え、得意かもしれない、やってみたい。あれじゃろ、なんだっけ、明日ね。プラネタリウムさんみたいな芸人さんの名前がもう忘れた。マキさんかわいい、あー、そう、チョコプラさん、マキさんかわいい、ありがとう。やりたーい、ちょっと今度やってみようかな、悪い顔選手権。でも自分総額5000万男から騙し取った、伝説のキャバ嬢みたいな。ちょっとやってみたい。得意かもしれない、今度やってみよう。いーちゃんゲストありがとう。やりそうじゃない。優勝しちゃいそう。5000万騙し取った伝説のキャバ嬢リンコ。悪い。ありえそうとかやめて、やめてくんね。今はちょっとダメだわ。で、今はさ、ダメよ。こんな格好してるから。ちょっと今はダメ。もっと化粧濃い時にするわ。ね、事実じゃないし、騙し取ってないしね、私。やめて、やめて。はい。ちょっと今はできんわ。だって、顔が、化粧が薄いんだもん。流れ顔で嘘。できん。むずいわ。え、ちょっと苦手、あと苦手かもしれん。キャバ嬢ダメじゃん、それが結婚詐欺師とか。無理じゃん。ちょっと もっとなんかちゃんと化粧濃い時にするね。練習できんもうできん、ほらもうできん、無理じゃん、できません。あと何じゃ、あともう何の彼氏のことが好きすぎてもう殺してしまった人とか。無理だ、無理、苦手。メンヘラすぎて殺してしまった人。あ、リアルじゃろ。あともうファンの人が浮気ばっかしてムカついたからやっちゃった人とかね。やっちゃった人。やばい。ね、怖い。口だけ笑うことができん。やばい、ちょっとそう、もう絶対後でマネージャーから LINE 来ておくれ、ごめんなさい、すいません。あ、やばい、怖い。
かったよかった、 LINE 来たけど絶対まだないから送るやつ持ってく、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいすいません、もうごめんなさい本当にちょっと怖い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 ちょっと男女男女読む男女読む13位トンくん、12位まさきさん、11位にんにくまんすけさん、10位加藤さん、9位ドンさん、8位リンコの汗を拭いたい7位ジュノラゴモノマネ面白かった、あーカムサムニだ6位シロウケンさん、5位ポポさん、4位ニッキーアットマーク関東リンコ沼、3位ゆいちゃんアットマークパセリンコ、2位カズノシンアットマークリンコ姫ラブ、そして1位ヤスベさんありがとう、じゃあバイ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 あ、でもわかる、じゃあバイ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 、おやすみおやすみおやすみ、もう寝る、もう怖い私もう怖い、あ、なんでおるん、タワーの俺あるのに、もう次来てじゃあおやすみおやすみバイ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 。